どうしたんだい？他人ですか。マスターにしては珍しくへこんでいるようです。仕方ないよ。あれだけ思っていた妹に他人だって言われたんだから。好きの反対は無関心と言われますが、まさにその通りになってしまいましたわね。私励ましてくる。あ、キミコさん待って。言ってしまいましたね。まったく、ご自身も他人を気遣えるほど余裕がありませんのに。その、大丈夫？ええ、大丈夫です。大丈夫のつもりなんですが、思いのほか答えてしまったみたいで。そのことだけどさ、ルナちゃんも悪気があって言ったんじゃないと思う。ひねくれてはいるけど、話せば根はいい子なんだと思う。だから彼女の中でもテラにどう接していいのかわからなくて、あんな言い方になったんだと思う。今のテラが昔のテラとは別人格だってきっと思いは伝わると私は思う。だって船の仲間は家族だからですよね。なんだ、分かってたんだ。なら安心かな。卑弥呼さんが何度もこの言葉私に言ってくれたおかげです。この言葉があったおかげで触れずにいられるんです。真顔でそんなこと言われるとちょっとこそばゆいかも。卑弥呼さんの方こそ大丈夫なんですか？データルームでコピーしてきた情報を見て以来元気がなさそうですが。そうかな。隠さなくて大丈夫ですよ。地球の意志を宿しているせいか、なんとなくわかるんです。人の感情のようなものが。もしかして星の家やサテライト、メルクリウスのこと自分のせいだって思っていませんか？あすごいね、テラ。そんなこともわかるんだ。星の家のあり方が変わったのも、マーキュリーのお姉ちゃんがメルクリウスにされたのも、ナイルちゃんがサテライトになったのも、全部私がファーストスターに覚醒したから。私のせいでみんなの不幸が生まれた。月でナイルちゃんと会った時からうすうすは感じてたんだけど、あのデータを読んだら確信しちゃって。私は卑弥呼さんのせいだとは思っていません。一度だって思ったことはありません。ルナもナイルさんも誰も卑弥呼さんのせいだって恨んでいないと思います。現にルナの復讐相手は私だけでしたし、それにナイルさんだって誰かに強要されたわけではなく、自分で選んだから特務にいるんだと思います。でも星の家は。星の家に関しては悪いのは全てお父さん、グレソン長官ですから。卑弥呼さんは何も悪くありません。ですから今まで通りファーストスターらしく胸を張ってみんなの先頭で輝いていてください。テラ、うん、ありがとう。おかげで胸の使いが降りて元気出た気がする。いつも私を励ましてくれたお礼です。緊急連絡だ。二人ともたった今星野少尉から極秘情報の共有を受けた。メルクリウスが向かう目的地が分かったそうだ。先ほど
星野少尉から情報提供があった。メルクリウスの目的地は生態科学研究所だそうだ。初めて聞く名の施設だな。星野少尉独自の調査では疑似 AI システムの研究とその大元となるデータが保管されているそうだ。なるほど、そういうことか。この情報はルナ君にも共有させてもらった。彼女は僕たちとは別に動き、疑似 AI システムの大元を破壊するそうだ。彼女曰く、メルクリウスを破壊しても根本をどうにかしなければ複製は生み出され続けるそうだ。なら、そっちはルナちゃんに任せよう。メルクリウスと違って軍の研究データの場合、私たちには手は出せないし、私たちはマーキュリーのお姉ちゃんの救出に全力を尽くす。作戦方針はそれでいいよね、サンちゃん。ああ、私たちは水野の救出に全力を尽くす。必ず水野を救い出すんだ。うん。予想通り、メルクリウスは生態科学研究所に向かっているそうだ。そうか、あの機体、いや特製マスターサーバーは我々人類の切り札だ。何としても無傷で捕らえる。分かっているよ。私が生み出した可愛い子供を傷物なんかにするもんか。そうだ、グレソン長官、どこから嗅ぎつけたのか、アステリズムも生態科学研究所に向かっているそうだよ。星野少尉か。おそらくは彼に水野ちゃんのことを話してしまった私の失態だ。本当にすまない。気にするな。おかげでメルクリウスと共にスターテイルドを露覚できる絶好の機会ができたわけだ。やはり諦めていないんだね、スターチャイルドを利用した特製マスターサーバーを。ファーストスターヒミコ、もしくはテラ、彼女らのどちらかを手に入れた時こそ創生計画は真の意味で達成される。妹の方はどうなんだい。露覚難易度としては彼女の方が低いと思うけど。重要なのは人類を、そして地球を守りたいという思いだ。思いがない者に我々の未来を託すことはできない。奴も生態科学研究所に来るはずだ。必ず殺せ。利用価値のない者にスターチャイルドとしての価値はない。運がいいのか悪いのか、まさかこんなところで軍のクエーサーと鉢合わせするなんて。最後の大勝負に向けて武装もエネルギーも使いたくないんだけど、逃してくれる気配じゃないわよね、これ。あの機体、特徴から先日 GT ラボから盗まれたという機体か。どうします。奴の目的もメルクリウスと聞いている。研究所に近づけるわけにはいかん。まさかとは思いますが、他の露覚部隊を潰して回ってるというのは。 GT ラボの連中にそんな真似ができるとは思えん。おそらくこいつのはずだ。 GT ラボの新型がどの程度のものか知らんが、数の優位はこちらにある。ここで始末していくぞ。了解。やっぱやる気ってわけね。ウォーミングアップがてら相手してやろうじゃない。うわあ！攻撃どこからだ。お前か、こんなところで何をしてやがる。あんたこそなんでこんなところに。まさか私を追ってきたんじゃ。増援か、仲間がいたのか。こちら第4班、敵と遭遇、攻撃を受けている。至急救援を頼む。通信障害、なぜ通信が死んでいる。ごめんね、誰にも気
づかれちゃダメなお仕事だから。よし、片付いたな。次に行くぞ、サタン。うん。ちょっと、どういうつもりよ。俺たちの仕事はアステリズムの障害となる連中の始末だ。てめえに関しては何の命令も受けちゃいねえ。さっさと行けよ。復讐に死ぬんだろ。機体の回収ついでにてめえの死体も回収してやる。感謝するわ。ジュピちゃん、どうしてルナちゃんには気をかけてあげるの？あ、もしかして。特に意味なんかねえよ。てめえの信念に命を懸けられる、そいつを気に入っただけだ。お姉ちゃん。マーキュリー、少しいいか？何？もしかして心配して様子を見に来てくれたの？姉の事故死の真相を知ること、それがお前が GT ラボに来た理由だからな。戦えるか、実の姉と。大丈夫、戦えるわ。尺だけど、私も星野少尉と同じ。お姉ちゃんを解放してあげたい。そのためなら何だってする。そうか、どうやら余計な世話だったようだな。サンこそ平気なの？お姉ちゃんとは仲良かったんでしょ？あいつと共に過ごしたのは共同を受けていた1年だけだったが、間違いなく私たちが親友だった。まさかスターチャイルドだったとは思いもしなかったがな。水野をよく知る私たちだからこそ、私たちの手で必ず救い出すぞ。絶対だ。うん。すでにメルクリウスは基地のクエサーと戦闘中だ。しかし、なんだこの随伴機の数は。優に200は超えていると推測します。ルナ君から連絡が入った。彼女は隙を見て研究区画に仕掛けるそうだ。なるほど、私たちをおとりにするわけですわね。ま、悪い手じゃないんじゃない？ねえプルート、お姉ちゃん何か言ってるかな。あれに意識や人格はない。あるのは軍や世界への憎悪だけだ。けど叫びは聞こえる。なら早く助けてあげなきゃね。火器はマーキュリーを援護、絶対にメルクリウスに到達させろ。了解。私たちの旅は誰にも邪魔させません。私に任せろ。私に続け。ファーストスタートして。
に頑丈だな。私は必ず救ってみせる。これ以上大切な友を失ってたまるものか。行きます。成長を感じます。完璧な仕事をしてあげる。ユダカ、私たちの道を切り開きます。私に任せろ。相手をしてやろう。未熟なヤツね。この宇宙は私が守るんだから。行きます。回復します。私は私、誰の代わりでもないわ。任せて。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。行くよ、エイト。混乱に乗じて卑弥呼を機体ごと露覚する。じゃあそっちはナイルに任せた。私は他のスターチャイルドをやっちゃうね。ファーストスターを捕まえてもメルクリウスが壊されたんじゃ意味ないしね。分かった、そっちは任せる。あれはナイルとヘイトか。あの二人は何を考えているんだ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。強くなれた気がします。未熟なヤツめ。太陽に挑むか。未熟なヤツめ。まるで太陽の輝きが増したようだ。ファーストスターとして。
姉のくせに世話が焼けるんだから、絶対に引きずり出して文句を言ってやるんだから。行動を開始します。レベルアップですね。完璧な仕事をしてあげる。回復するわ。ナイル、エイト、お前たち何をしている？指揮官、どうしてここに？メルクリウスは卑弥呼のために必要な機体、破壊されるわけにはいかない。その卑弥呼はメルクリウスに捕らわれた友人の身内を救おうとしている。その思いを踏みにじるつもりか？私には関係ない。私は卑弥呼に生きていてほしい、死んでほしくない。だからメルクリウスが必要なの。卑弥呼が生きていてくれる、そのためなら嫌われたって構わない。あった、恐れ入ったよ。指揮官の俺よりも部下の方が肝が据わってるんだ。自分が情けないったらありゃしない。だが俺が水野を救いたいという気持ちをここでお前たちに譲るわけにはいかない。おかしいよ、なんで同じ部隊の仲間なのに戦わなくちゃいけないの？すまないエイト、こうばかり軍旗に背いてでも成し遂げたいんだ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。甚大、撤退する。卑弥呼、どうして分かってくれないの？戦闘の継続は不可能。行動開始。撤退する。バラすよ。まだです。直撃。未熟なやつめ。相手をしてやろう。援護する。この宇宙は私が守るんだから。私が居場所を教えて。損傷甚大、これ以上は無理。もうわけわかんないよ、なんで指揮官と戦わなくちゃいけないの？星の指揮官、ごめん。行きます。完璧な仕事をしてあげる。回復するわ。お姉ちゃん、
近づけてるといいんだけどな。緊急通達、軍のクエーサー部隊が接近中。鹵獲部隊だと思われます。ならこいつらは俺が相手をする。お前たちはメルクリウスを何が何でもたどり着け。うん、分かった。自分でも嫌になるな。憎いはずのスターチャイルドを市場で利用し、あろうことか彼女たちのために軍に反逆。つくづくスターチャイルドという存在は俺の人生を狂わせてくれるな。それでいい。狂ったおかげでお前にたどり着けたんだ、ミスさん。すまないが、お前たちをここから先に行かせるわけにはいかない。自分が何をしているのか分かっているのか。友軍への敵対行為は軍法会議ものだぞ。分かっている。罰なら全てが終わった後に受けてやるさ。待ってて、お姉ちゃん。すぐにそんなものから解放してあげるから。そして一緒に帰ろう。お父さんもお母さんもおじいちゃんたちもみんなお姉ちゃんの帰りを待ってるから。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。行くぞ。この戦いの先に人類の未来があると思え。くらえ。未熟なやつめ。私に続け。抵抗するか。この宇宙は私が守るんだから。その動き、行きます。私は私、誰の代わりでもないわ。行くぞ。この戦いの先に人類の未来があると思え。未熟なやつめ。相手をしてやろう。そこか。行くよ。
ってる。状況は把握し、任せてくれ。行きます。修復を開始します。レベルアップですね。私は私、誰の代わりでもないわ。ヨダカ、私たちの道を切り開きます。やっ、レベルアップです。行くぞ。この戦いの先に人類の未来があると思え。どこの舞台か知らない。私に任せろ。相手をしてやろう。任せてくれ。状況は把握している。落ちろ。軌道はクリアです。私は私、誰の代わりでもないわ。任せて。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。処置ですが、この名に恥じない戦いをするさ。どこの舞台か。うわあ、私に任せろ。私に続け。
行きます。作戦行動に入るわ。続けてるといいんだけどな。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。これでいいのかな。俺はどうしたことか。これはどうだ。私に任せろ。相手をしてやろう。やらせるか。ファーストスタートして。行動を開始します。行きなさい、ビット。どう読まれましたか。完璧な仕事をしてあげる。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。この名に恥じない戦いをするさ。私に任せろ。太陽に挑むか。援護する。この宇宙は私が守るんだから。邪魔。油断できません。私は私、誰の代わりでもないわ。接近戦なら山から叩き込まれているのよ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。この名に恥じない戦いをするさ。支援する。私に任せろ。私に続け。一気に蹴りをつける。まるで太陽の輝きが増したようだ。
レベルアップです。